サンコープスタジアムはオーストラリアクイーンズランド州のブリスベンにあるスタジアムである名称はネーミングライツに基づくもので1994年よりオーストラリアの金融機関であるサンコープメットウェイ社がネーミングライツを取得しているネーミングライツを使わない名称としては正式名称のラングパークまたはブリスベンスタジアムとも呼ばれる1957年より クイーンズランド州におけるラグビーリーグの本拠地として用いられている。また、現在ではラグビーユニオンやサッカーの試合も行われる。2008年のラグビーリーグワールドカップでは決勝戦の会場となった。1911年までこの土地は墓地であった。しかし、ブリスベンの人口増加に伴う再開発の一環として市民公園とすることが定められ、1914年に ラングパークが開園した。1930年代には、ブリスベンのラグビーリーグにおけるトップレベルの試合が行われている。1953年、ブリスベンのラグビーリーグ協会とクイーンズランド州のラグビーリーグ協会が合併し、本拠地としてラングパークの長期リース契約をブリスベン市に求めた。当時のラングパークは最低限の施設しか備えておらず、17000ポンドを 当時での改修工事が行われた。ラグビーリーグの試合会場として整備が進むにつれ、一般市民のレクリエーションの場としては馴染まなく、なっていった。1962年に、クイーンズランド州議会の主導で公演の管理評議会が形成された。クイーンズランド州政府、ブリスベン市長、クイーンズランド州、ラグビーリーグ協会、ブリスベンラグビーリーグ協会からなる。 この評議会によって観客席などの建設が順次計画、実行されていった。1960年代には、オーストラリア内における各州の代表チーム同士の試合会場として、あるいはラグビーリーグワールドカップなどの国際試合の会場として利用されるようになっていた。1990年代末、ブリースベンに最先端のスタジアムが必要だとする意見をもとに議論が進められ、 サンコープスタジアムがその対象に選ばれた。総工費2億8000万オーストラリアドルを投じた。改修工事が行われ、2003年に現在のスタジアムが完成した。新スタジアムのオープニングゲームとして、ナショナルラグビーリーグのブリスベンブロンコス対ニューカッスルナイツの試合が6月1日に行われた。グラウンドの形状は長方形で、観客席とフィールドとの距離も近くなっている。 クイーンズランド州におけるラグビーリーグの伝統的な本拠地であることに変わりはないが現在では他のスポーツにとっても重要な競技場となっている2003年の改修直後の10月にはラグビーワールドカップがオーストラリアで開催され準々決勝の2試合を含め計9試合がこのスタジアムで行われたそれ以降もトライネーションズをはじめとしたオーストラリア代表の 試合がしばしば行われている。2005年からはスーパーラグビーに参加するクイーンズランドレッツがここをホームスタジアムとするようになった。またサッカーの試合会場としても頻繁に使用されており2005年に新設された A リーグのクイーンズランドロアーのホームスタジアムとしても使用されている。サッカーオーストラリア代表も FIFA ワールドカップ予選などでこのスタジアムを使用している。 音楽イベントの会場としても利用され、過去に、ロビー・ウィリアムズ、ポリス、アンドレ・リュウなどのコンサートが行われている。イップスイッチ、ローズウッド線及び、スプリングフィールド線のミルトン駅から歩道橋を渡って、徒歩約6分。ローマストリート駅からも、徒歩約15分。試合開催日には、市内各地から、シャトルバスも運行されている。ありがとうございます。